AKB48 チームのニューリンこと市川ニューリです。はい、 AKB48 の竹内美優です。はい、中村真理子です。ネモステレビシーズン8、今回の企画は AKB48 おふくろの味選手権。おふくろの味といえばやっぱりね、お弁当じゃないですか。皆さん絶対みんな一番作ってもらってるはずだから、はい、お弁当の中身といえばみたいなのをみんなで言いますか。せーので、せーので、せーの、唐揚げ。なんて言いました。唐揚げって言いました。唐揚げ、ご飯、卵焼きです。はい、ご飯で、ご飯っていうのは、ご飯はご飯の上に、はい、なんか海苔とか、そう、海苔とか、桜でんぷんとか、それが美味しい。みんなやっぱさ、運動会の時から唐揚げじゃなかった？確かに、唐揚げありました。私、卵焼きなんですけど、甘い系です、私は。私も甘い系。で、でも運動した後は、しょっぱくなっちゃう。なんだろうとか。はい、まあ、こんな感じで、まあ、おかずとかね、そういう、まあ、いろいろお弁当にもありますけれども、ね、まあ、今回の企画はおふくろの味選手権ということで、はいはい、まあ、気になるその中身はですね、放送をお楽しみに。見てね。まあ、グダ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 でした。はい、大丈夫だから。レモンステレビシーズン